勝った勝ったね、勝ちましたね、よかったね、よかったです。ザマミロ、いやソウルですね、ソウルにね、そう、いやまだね、これで、まあ他のとこ知らんけど一応首位に並んだのよね。そうですね、4-4よね、うん、一勝一敗一分け、いやこれで中国まで、そうです、まだわかんない、楽しみになってきたよ、うん、やりましたね。まあ、最後ここでねセントラルに決めてしまいましょう、伝説のセントラルサプに、うん、まあまあこっからねまた厳しい日程で、そうです、リーグもあるし、はい、もうすぐ日曜日には今度は大阪ですけど、まあ少ない人数でしたけど勝ちたい気持ちをね、うん、超えた手拍子に、ねはい、出せばホームの雰囲気は作れるということで、うん、これがホームの力ですよ。アウェーではできませんか。オーストラリアではまあでもね、うん、まあ選手もしっかり球際頑張ってますよね、激しくいっとったね、し柏の左、はい、右ミキッチめっちゃ良かったな、良かったですね、ワクワクしましたね、これでいいじゃん、はい、最初からこれでやっとけば超攻撃的ですもんね、あれあれが広島のサッカーよね、まあ、ですね、うん、両方が高く保つっていうのがね、で前のノツだと浅野がかき回してたら、うん、そうそう、で石原がキープしてくれるよ、ね、どんどん後ろから上がってこれるし、まあめっちゃおもろかった。でまさかやっぱり塩谷が決めるっていう、まさかの塩谷のループここまで塩谷がやっぱり決めるっていう、おしゃれよね、4点目すごいっすね、得点王になるんだよね、足が現在得点、もううちのエースですよ、エースよ、ね、けどあっこにおらんにはダメなんだよね、よく変えてねフォワードとかにすると全然取られないみたいな、駆け上がってきてからのシュートみたいなのがね、そうそうそう、まあね誰からもマークされんところにおるけああいうのができるっていうのもあるし、そうするっと抜けてる、けどもうすごいどっからでも攻撃ができるようになってきたけ、ね、いや今日2点とも良かったですよ、洋次郎のもう鳥肌立ちましたね、洋次郎あんなに優しいゴールがあるものだと、調子悪そうだったけどあの点取った後の5分ぐらいはね、去年の洋次郎みたいな、ね、全然それが出てあれが45分90分で続いてくれる方もうワクワクして、ね、まだまだ強くなりますね、こっからこっから、そうですね、まあこの結果にねまたねあの満足することなく、うん、すぐ次試合があるんで、はい、しっかりとみんなで後押ししていきましょう、はい、うん、まあ ACL 来たら、うん、みんなまあね本当海外のアウェー行かないと、うん、お疲れ様です、あ勇気じゃん経験できないこともいっぱいありますし、はい、北京遠征募集中です、うん、北京遠征、うん、今のところ参加者は3人なんで、3人同行者募集中、ドラゴンホテル集合ドラゴンホテルをググって現地日本人が来たかって聞けば俺らがおるけ、現地の、まあね、3泊ぐらいするんで、試合に行くだけじゃなくてその現地を楽しむっていうのも今回はまたやっていきますんで、ぜひその模様もね、またね、前回の中国を上回る16本立てで長い壮大なやつがね上がると思います、はい、オーストラリアもね楽しかったです、いつでしたっけ中国が、4月の15 16です、16試合を15に行くから、あ14に行く、ね、4月の2週目ぐらいですか、14に行けば広島空港初、そうそう14からだと広島空港初の中国便があるんで、15だと福岡に入る、じゃあ皆さんもどっちで行くか、まあ、広島空港で来てもいいよ、いましたって、まあ知らないって言うけど、チケットは各自で取ってくださいえ誰っていう、そう勝手じゃないですか、ドラゴンホテルに行ったら仲間だ、仲間広島空港の時点ではまだ勝手だな超勝手だな、それは呼んどいてじゃああっちでっていう現地集合で結局っていう、まあいいや長くなっちゃう、はい、まあなんとかこれでねまだまだ突破の望みもかかってきましたし、ああメディアに対してもね、まあ、まだ広島がまた手抜いてるとか言われなくなると思うんで、見たかっつうんだよ、ね、今日長めに流してほしいよね、そう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 、ジョーとかにねめっちゃ褒めてほしい、ナナミさんとジョーとか、あんだけボルトリッターの人たちに、まあいいや、北京国安が前半リードで試合速報です、北京がこのまま行くと北京が5、まあ、これが流れる頃には分かってるんですけどね、4プラス1広島4プラスマイナス0、あ0、ね、セントラルコースト3大混戦、うわ、ね、まだまだ一個一個が大事なんで、そうそう、こっから残り3試合ね、まずはイースタに来てください、そうですね、あイースタじゃないか ACL だけ、広島広域公園陸上競技場ね松井さん陸上競技場なんだよねここ、もう今日いろいろとネタが陸上じゃないですからね、湯崎知事はあんなになんかフレッシュレモンの大使にしたら面白いんだけどね松井さん、
ちょっと遊びが足りない。お前面白くねえな。まあ、次、はい、次の市長選で、ね、まあ関係ない、はい、次の、ホームは徳島。うわ、ボーナスステージ。僕が言ってたら足元突っ張りますから、しっかりとそこもね怒られる、はい、徳島選手。じゃあそろそろ